いくらくらい費やしたんだろう。散々使った気がする。うん。さて、とりあえず戻ってきたわけですが、どうしたらいいんだろう。ちょっとじゃあ、移動してみますか。そうだな。どっかじゃあ移動してみますか。せっかくなんで。よいしょ。タコチュー使うか。めんどくさいし。よいしょ。ね。うん。よいしょ。あ、そうだ。せっかくなんで、ちょっと、その前に BGM 流しときますね。プログラム。うん、これ。で、食べまーす。さて、どうしようかな。そうだな。なんか、ちょっと待って。つれづれ新聞号外。尋ね人、勇者名前を入れよう。あれ？竜の城へ向かっていると思われていた勇者は、消息不明。勇者を探せ、勇者を探せ、勇者を探せ。なんか怖いんだけど。そんなになんか、勇者だって悪いことしたわけじゃないじゃん。そんなになんかさ、たまには息抜きしたいことだってあるよ。なんか、嫌だ。あの勇者を探せっていう、あの書き方がすごい嫌だ。なんかちょっと、すごい怖かった。よし、ちょっと、じゃあ、久しぶりにこっちの方へとか探索してみようかな。相変わらず、鳥の、黒い鳥。あ、で？またここにも書いてある。あれ？あれ？あ、鳥の人いるか。頑張ってね。お願いします。150メカで。黒。来ないじゃないですか、鳥さん。しかし、こんなところにまで勇者の看板が。どこに行ったんだろう、勇者さん。あ、青だ。残念。でも、初期ネカ、あ、うわ !754 まで減ってる。減ったなぁ。ちょっと、待った。うん、もう一回かけますね。もう一回だけやって。ダメだったら、ちょっと、先に行きます。よし。この黒い鳥が当たらないとサドマイルキャッチできないんですよね。困ったことに。また会おうか。チェ。当たらんなぁ。はい、とりあえず。ナッキーくんもキャッチしたいなぁ。ていうか、こっち側は本当にまだいっぱい残ってるんだよね。ナッキーくん！やったぁ！よかった！すーごい今の。今のはちょっと本当にラッキーでした。ああ、よかった。はぁ、はい、連れてってください。はぁ、びっくりした。すごい勢いで駆け抜けてきた。いや、キャッチできてよかった。よし。出てる。なんで？どうしたの？あ、名前ウィリオさん、ちょっと聞いてくれる？いいよ。ケンジさんには悪いんだけど、
クリスバイト辞めちゃった。あら、そうなんだ。って変なお客さんばっかりで、スカウトの人なんか全然来ないんだもん。それに勇者が最低でね、お酒飲むし破れるし抱きつくし、思い出しただけでも頭きちゃう。だから資金全部使って自分で MD プレスしたんだ。インディーズアイドルってやつ。あとは衣装さえ揃えばファンが集いに、ファンの集いができるのに。おう、あれかな。ということはあのワンピースかな、ワンピースかな。おお、勇者、勇者、あ、名前売りよさん、勇者を起こすとうるさいから、落ち着かにお願いしますね。はーい。どうしたの？なんでも竜の城が見つからないとかで、荒れちゃって大変なんですよ。クリスは勇者に抱きつかれてアルバイトやめちゃうし、お客さんは寄りつかないして、迷惑もいいとこです。そっか。やめてください。ホスト暴れるんですから。そっか。勇者も大変だね。殺していくのもいかがなものかとは思うけど、そうだね、ちょっと勇者にも勇者の都合ってものがあるよね。うん、さてどうしよう。ちょっとね、編集どれくらいカットできるかがわからないんで、なんとも言えないんですが、そうだな。せっかくなんで、ちょっとじゃあ、電気ナマズかな？だっけな？キャッチしていこうかな。ね。もうすぐ夜ですしね。で、あれも欲しいんだよな。ワンピース買って、クリスに渡したいとかもしたいんだけど。ここ。ここにいるんですよ。これをキャッチしたい。よいしょ。暇ですな。あと、ヘイガーキンバチ、ガラクタ、釣り竿、大臣のカード、白羽の矢。あ、クズ花火はジャンク扱いなんですね。2、3、4、6、結構か。あ、びっくりした。魚人かと、ウシガエルが魚人に見えました。これね、どうしたものかね。しかこれ、てかこれだと時間進まないんだ。翻訳フラワーの使い道が、そこに枯れてる花に使うのかな。わからん。さてさて、早く夜になーれー。よし、ゆきゆき、ゆきゆき。ゆきゆき、ゆきゆき。さあ、ゆきゆきするんだ、するんだ。えい、えい。で、キャッチ、あれ、キャッチ。よし。そうか、あそこに。まあいいや、ちょっとじゃあ、メカは後で回収しますね。よし。電気ナマズ救出するでちゅう。ピュ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 。よし。イエーイ。で、このままだと帰れないので。タコチュー使っちゃいますね。よし、で、糸で、よいしょ。で、お願いします。レインボーボックスで、とりあえず、そうですね、今日は買って終わりにしようかな。